こんにちは。最短最速でなりたいモデルになれるキッズモデルレッスン、京本です。今回は、プチコレの話をしましょう。ニコプチが、主催の、日本一可愛い、ファッションショーですよ。プチコレは、私のブランドインナープレスも毎回毎回ずっとブランドステージで出ていました。だからこのプチコレがどんなに可愛いか、どんなに素敵か、それを身をもって体感しているので、レッスン生にはぜひこれに出してあげたい、この感動を味わわせてあげたいっていうふうにして思って、それぞれのレッスンをやってきました。3年もお休みだったんですね、コロナで。これが今年は、開催されることになりました。レッスン生からなんと16人、しかも13人がブランドステージから合格をいただいて、この夢のステージを歩きます。この合格率はあまりにもすごくて、私も自分で本当にびっくりしたんですよ。一人一人が集中育成レッスンで、プチモがずらーっと並んだり、どこもステージがあったりから次へとね、ワンブランド12人なんですね。その12人に選ばれるってことがどんなに大変なことか。でもこれがプチコレの醍醐味ですよね。本当に可愛いステージでした。来年は必ずあなたも出られるように頑張りましょう。この夢のステージで、あなたの夢を叶えられるようにね、応援してますよ。頑張ろうね。